こんにちは、里芋です。かぶせてきましたね。ということで、昨日に引き続き新学期特別企画ということで、恋愛系の質問コーナー後編いきたいと思いまーす。ちゃんとね、この昨日の動画出て1日経った後に撮ってますから、コメントも反映されてると思いますけど、早速答えていきましょうか。で、前回は僕一人だったんですけど、今回ちょっとね、女性の意見も聞こうかなということで。なんかね、編集してたんですけど。編集してたんですけど、ちょっといいカモがいたので、捕まえてきて、ここに置きました。今年の4月からお互いに就職して仕事を始めたんですけど、彼の方は1ヶ月地元で研修を受けて東京に転勤、私は地元で就職で、その彼とは付き合っていないのですが、頻繁に会ったり毎日のように LINE をしたりします。私も彼もお互いに不器用なので、なかなか自分の気持ちが言い出せないでいて、話をするときに彼がそれらしきことを言ってくれるのですが、毎回素直になれずにいます。でも東京に行っちゃう前に関係をはっきりさせたいと思ってます。どうしたら素直に自分の気持ちを伝えられますか？どう思いますか？出会いました、日向ゆいさん。ごめんね、恋愛そんなしてる。まあでも後悔するんだったら、後悔、その仕方をさ、出た、してこう、しないで後悔、して後悔、してしないで後悔するより、して後悔した方がいいっていうじゃん。なんか絶対自分もスッキリすると思うし、関係をはっきりさせて、もしなんか、いや俺ちょっとそういうのじゃなかったんだよねって言われて振られたとしても、すっきりする気がするんだけど。まあすっきりするし、1ヶ月後には彼が東京に行くから、ね、その1ヶ月後に悶々とした気持ちをこう抱え続けたまま地元で仕事をするか、まあ思いを伝えてね、そうすっきりするのか、モヤモヤした気持ちを抱えるぐらいだったらちゃんと伝えてしまった方がいいのかなと思います。もうだから明日終わるって思うのもいいし、これを伝えなかったら私は一生後悔すると思って、こう言い出しちゃえば意外とさって言えるもんだから、頑張って伝えてみてください。私の彼氏はどこ行きたい、何食べたいと聞いても、大体どこでもいい、何でもいいと返してきます。合わせるよという意味だと思うのですが、たまには提案してほしいです。どうしたらいいでしょうか。僕もこれですね。こいつがどこでもいい、何でもいい。いやだってどこでもいいんだもん。だって遊びに行きたいっていう人が考えればいいよ。別に俺はその遊びに行きたいっていう気持ちに合わせるし、付き合うから、じゃあ行きたいとこ行っていいよ、別にどこ行ってもきっと楽しいから、どこでもいいよっていう意味で、何でもいいって言うじゃん。でもこの人さ、なんかこの前どっか遊びに行こうってさ言ったでしょ、ヒロが、うん、どっか行きたいね、天気いいしって、うん、あ、そうだね、じゃあ遊ぼう。で、どこ行きたいの？どこでもいい。なんだよ、どこでもいいもん。なんで遊びに行きたいし、遊びに行きたいし、どっかに行きたいけど別にどこでもいいから、じゃあどっか行きたいとこあるなら行こうっていう意味で、どこでもいいよって言ってる。多分行き尽くしちゃったんだよ、いろんなところに。だからもう新しく行くところもないから、まあ別にどこでもいいかなって感じだったら、行きたいとこ行っていいよって。だからもう一種の優しさだと思ってほしい、これは。行きたいところがあればどこどこ行きたいって言うから。ありがとう、みやく。1年7ヶ月付き合っている彼氏がいます。春からお互い高校2年生になるんですけど、他校なのでどうしても不安になってしまい、すごく寂しいです。里弘くんとゆいちゃんは不安な気持ちや寂しさをどうやって乗り越えたか教えてほしいです。はい、ということですけれども、どうでしょうか。他校だからちょっとなかなか会えないみたいな。この人はなんか電話したい派の人だったよね。あ、いっぱいしたかった。電話したい派の人、極力その人との連絡を取って。まあ別に俺は LINE のさ、メッセージとかでいいわけよ、電話じゃなくても。なんだろうね、でもそんなにめちゃくちゃ会えなかったわけでもないよね。しかもお互いさ、高校、他校なのに高校1年生の時はうまく付き合ってたわけでしょ。そしたら問題ないと思うんだよね。寂しいな、不安だなって思うかもしれないけど、それがあった時に、あ、会えたら嬉しいなっていう気持ちに変わるのであれば、その寂しさはなくしてしまわない方がいいのかなと思うんですけど、もうあとは彼のことを信頼してあげることですよ。もう1年間ちゃんとね、自分と付き合ってくれたっていう人なんだから、そこは信頼してあげて、来年からも楽しく一緒に頑張りましょうって感じでいいんじゃないでしょうか。こんにちは、新大学4年です。この前高3から大3まで付き合っていた彼氏とお互いの将来を考えて別れを決めました。お互い喧嘩して別れたわけではなく、友達に戻ろうと決めました。ですがあまりにも青春時代を共にしてきて、遠距離も経験してきました。人として尊敬できて本当に気も合うし、何もかも波長の合う人で、別れた今もまだやっぱ人として今でも胸を張れるくらいいい人だったって友達に笑顔でよく私は話しています。正直運命的なものも考えていました。別れる最後も新幹線で彼が泣いていたのを今でも覚えています。いつでも連絡してきてねと、最後まで彼の優しさは伝わってきました。いつか彼がまた東京に戻ってきたら、私も社会人2、3年目になっている頃ですし、会えたら本当にいいなと思っています。運命を信じています。里弘くんなら私の立場だとどうしますか。嫌いで別れたわけでもないため、今でも彼が一番と思ってしまっていて、他の男性とは比べ物にならないと思ってしまいます。なんかどうなんだろうね、これお互いの将来を考えて別れを決めましたっていうのが俺はちょっと理解ができないんだけど、それもなんか別にその将来のために
足かせになるから別れるみたいな、いやそれちょっと考えが違うんじゃないかなって思うんだよね。なんかお互いの将来があって、それをお互いに支え合う、じゃあどうしてダメなんだろう、なんでダメなんだろう、なんで別れるという結論に至ったのかがちょっと僕はあんまりよくハテナがポンポンって出てる、ポンって出てるけど、まあ多分理由があったんだろうね、何かしらね、別れなくちゃいけない理由があったのであれば、まあ仕方ないと思うんだけど、別れて今も忘れられない他の男性を比べ物にならないと思ってしまうぐらいだったら、別れたことによって逆にそれ足かせになってるんじゃない自分の。だったらまた付き合ってお互い遠距離だし、ちょっと会える期間も少なくて寂しいけど、頑張って二人で支え合っていこうねっていうのがベストなんじゃないでしょうか。ベストアンサーヤフー知恵袋、これベストアンサーヤフー知恵袋だったんですか。どうですかその点は。いや、今そう思うね。将来のこと考えても別れるって意味わかんないもん。意味わかんないわけじゃないけど、なんでそうなっちゃうのかな。だってさ、将来さ、何があれなの、どういう状態なんだろう。詳しくはわからないから何とも言えないっちゃ何とも言えないけど、スパイか泥棒ってこと。やめろやめろ、泥棒と警察みたいな。泥棒と警察、将来。ああ、それは確かに別れちゃったら仕方ないかもしれないけど。それはダメだろう。私たちの答えを聞いて、あ、こういう意見の、こういう意見もあったんだけど、どうかなって彼氏に相談してみるのもいいんじゃないのかな。そんなに辛いんだったら我慢する必要ないと思います、僕は。初めてこういう相談コメントさせていただきました。元彼と別れた後もダラダラと関係が続いてしまってます。私はまだ元彼のことが好きで、だからこそこの曖昧な関係を終わらすことができなくて、元彼も私のことを好きだと言ってくれるのですが、その言葉を信じきれない自分がいるのです。理由は目移りがしやすい人で、私も好きだけど他の子も気になるみたいなことが以前にもあったからです。よりを戻せるなら戻したいのですが、周りの人からは反対されてて、でも本当に自分が一緒にいたいと思うのは彼だけでした。忘れるために他の方とお付き合いしたこともあるのですが、やはり忘れることができなくて、すぐにお別れをしたりと先に進むこともできない状態です。だからこそよりを戻して一緒にいれるところまでいて、もう本当に無理になってしまった時はきっぱり連絡手段なども切り、関係を断とうと思っているのですが、里弘さんはどうするのがベストだと思いますか。周りの人にはそれは好きなんじゃなくて情があるだけだとか、依存してるだけだとか言われるんですが、嬉しいこと嫌なことなど何か自分の中で起こった時に真っ先に伝えたいと思うのは元彼なんです。この感情すらも好きとは違うのでしょうか。長文すいませんでした。何なんだろうね。ずっと近くにいた人だからこそ伝えたいって思うのかね。でもその目移りしやすい人って言ってることは、自分もそれで嫌な思いをしたっていうことじゃないのかな。まあでも結局は決めるのは自分だからね。なんか自分が後悔しない方法を取るのが一番いいと思うよ。今自分がしたい、より戻したいならより戻せばいいし、その限界まで付き合って、まあ、嫌な思いもたくさんするだろうよ。嫌な限界になるってことは。でもそれでもいいって思えるなら付き合って、もう無理だってなって別れて終わりってするのがいいんじゃないかな。自分の中で答え出てると思うんだよね、この人は。自分の中では考えがちゃんと決まってるけど、こう肯定してほしい、誰かの人の後押しが欲しいだと思うんだよね、この人は。だから自分の中で考えが決まってるのであれば、もう迷わずにそれで進んで、まあ後悔するもしないも経験だから、それでいいんじゃないかなと思います。女性的にはこのチョスにはちょっと悪いけど、その友達、周りの人といえば同じ考えかな。まあその人のことを思うとってことだよね。悲しい思いをするくらいなら、情があるだけなのかなとか思うけど、情があるだけとか依存してるだけかなって思うけど、自分はそう思わないんなら好きってちゃんと伝えて付き合っていく方がいいかなって思います。今2年付き合っている彼氏がいて同棲していますが、彼氏なかなか本音が言いません。どうしたらいいですか。はい、ということでございます。これはどうでしょうか。いつから同棲してるのかな。でも2年付き合っていて本音が言えないって、やっぱこう彼氏側からしたらちょっと辛いかな。なんか逆の立場だとしたらさ、なんで一緒にいるのに言ってくれないのって。そう2年も付き合っててずっとこいつは俺に気を使い続けているのかって考えると、ちょっとなんか嫌だなーって思う。ね、もうこの人なんかいい例ですよ、特にね、ほんと、もう気を使うの4文字のかけらもないからね。気ぐらいはあるよ。気もないね。気は気気もないね。でその人とずっと付き合い続けていきたいのであれば、多分気を使っている自分に疲れてきちゃって、もうやだってなると思うから、
なるべく長くいたいっていうのなら本音を言うっていう努力をした方がいいと僕は思います。自分が彼氏の立場になったことを考えてみて考えるといいかなって思います。ああ、なるほどね。相手の立場になるってことね。好きな人に限らず男子になかなか話しかけられないんですが、男子は別に好きじゃない人に話しかけられたらどう思いますか？なんか関係ないんじゃないかな。自分が好きじゃない男の子に話しかけられたらどう思う？友達としてその人のことを見てるわけでしょ。嫌じゃないよね。好きじゃない男子なんかから話しかけられたらキモいみたいな感じで考えてるなら、逆もなんか気持ち悪がられるかなって思うと思うんだけど、別にそこ性別関係あるかっていう。だから壁を作ってしまってるのはまず自分、男子だから話しかけづらい、話しかけられない、だから自分が話しかけたらどう思うかなって壁を作ってしまってるのは自分だから、周りはそんなこと大して考えてないっていうのをまずは受け入れた方がいいと思いますよ。男子側からはそう思います。いやいやいや、好きな人と話せるようになったのによく見せようと着飾って素の自分を見せられない気がします。どうすればいいですか？これはしょうがなくない？うん、これはしょうがないよね。誰しもが自分を着飾って見せたくなってしまうよね。最初は可愛いよね。最初はそうだよね。見てもらいたいから。そうだよ、うん、可愛い服とか着たいじゃん、うん、でもだんだん月が経つとさ、こうジャージになっちゃう。下、上はちゃんとしてるけど、下ジャージだから。とんでもないね、こんな服装ね。わけわかんないじゃん。まあ慣れるのはしかないかな。そうだね、そうだね。最初はやっぱどうしてもしょうがないから、それでなんか付き合って彼氏彼女になって、だんだんお互いのことをねちゃんと見せ合えるようになってきた時ぐらいから素になれると思う。だからそれまでは全然着飾ってていいと思います。問題ない。彼女は彼氏のために何かしてあげたいって母性本能的なのが出るものなんですか？はい、どうでしょうか。これも僕は分からないで、僕はさよならします。バイバイ。私は出る。子供の面倒を見るのとか人の面倒を見るのが好きだから、私はそういう母性本能的なのが出ますね。ふざけんなガキか。なんかしかもこの人だらしがないから。ふざけんなガキじゃねえんだ。女の人は女の人でそういういろいろ性格があるから、うん、したい人もある、したい人もいるし、したくない人もいる。人によりけりってこと、うん、4月から大学生になったのですが、女子大なので男の人と出会える機会がないんです。インカレに入ろうかなって思ってたんですけど、あんまり好みの男の人がいなくて、もう出会えばないのかな。これはもう僕は分かりませんから。出た女子大トークなんで。あーでもね、別に私も女子大だったけど出会いはいくらでもありますよ。だって彼氏いる友達も多かったでしょ、うん、そういう子はどこで付き合ってたの？バイトか高校の時から付き合ってるのか、友達の紹介とか合コンとか。だからいくらでもこう自分次第っていうことですね、うん、コミュニティを広げれば。あ、じゃあ新しいところにもうどんどん入っていく勇気が一番必要ってことか、うん、別にインカレ入ってで、その中でも今は知らないだけで他にもいるかもしれないから、いろいろ飛び込んでみたらいかがでしょうか。しかもそのインカレに入ってる人の友達を紹介してもらえるかもしれないしね。素敵素敵、うんうん、イエーイエー。ずっと好きだった人と今度映画見に行くことになったんだけど、そういうの初めてだからドキドキ。どんな感じでいたらいいかな。ドキドキするよ。いやもうこれはドキドキするでしょ。頑張って会話しなきゃいけないとか、うん、別になんか素でいいんじゃない。ドキドキしてるのをお互いに見合えばいいよ。そんな初々しい感じないと思うんでね。緊張して何話そうかなって考えて、ああ間が持たないなとか思ってたらまた好きになっちゃうんでしょきっと。それが多分楽しいんだよ。それが楽しいんだよ。それを楽しめるのも今しかないと思うから、それを楽しんでいくぐらいの気持ちで行った方がいい。ずっと好きだった年上の先輩が地元から遠いところで進学してしまって、しかも頭が良くて私だと進学できないし多分もう会えないんです。他の人からは諦めた方がいいって言われるんですが諦められないです。どうしたらいいですか？なんで私だと進学できないの？頑張ればいいと思う俺は。その好きな人がいる高校にね、あ学校に行きたいから私も勉強頑張るっていう気持ちにならないってことはさほど好きじゃないんじゃないのかな。めちゃくちゃ好きでもう会えないのが本当に辛いし、もうどうしてもまた会いたい近づきたいって思うのなら頑張って頑張って勉強してその大学行って追いかければいいと思うんだよ。でもそれをしたくないって思うってことは多分すぐスパッと諦められると思うし、違う好きな人がポンってできるんじゃないかなと僕は思います。
私は今年から専門学生になり、彼氏は大学生になり、お互い別々の道に行きます。正直不安な毎日で、琴弘さんは日向さんが学生だった頃、不安などはありましたか？あった場合どうやってその不安をなくしていましたか？はい、ということですけど、僕は全くございませんでした。いや、なんか女子大だったっていうのもあるし、まあ2人で動画に出てる以上浮気はしないだろうなっていう、このなんていうの保険というか、そういうものはあったから、でも別に特に不安もないし、この人が浮気できるような脳みそを抱えているとは思えない。隠しきれないでしょ、この人が。脳みそがすぐバレちゃう。頭悪いからすぐバレちゃうから、そんなことできるような高等な人種ではないと思ってたので、別に不安とかはなかったかな。付き合ってもう少しで1年の彼がいます。2人ともあまり自分から連絡をしないタイプで、用事があればするって感じなんです。今年は受験生なんです。男の子は彼女からの何気ない LINE は嬉しいものですか？里弘くんはどうですか？これ受験生っていうのがポイントかもしれないけど、なんかすごい連絡されたら嫌だ、うっとうしいなって。俺勉強したいのに、なんでこんなに LINE バックしてくんのって思うけど、なんかその昼間は LINE しないで、夜その予備校とか塾とかから帰った夜の、その例えば30分1時間ぐらいで電話するとか、ちょっとだけ今日もお疲れ様みたいな、どうだったとか、出来はどうだったみたいな感じで、お互いの心を支え合うっていうのはめちゃくちゃ嬉しいと思う。同じ部活の友達の元カノと付き合うってどう思います？ちょっとそれは際どいね。難しいよね。同じ部活内の友達が前に付き合ってた人と自分が付き合うってことでしょ。やだ。まあでも好きなら気にしないけどね、俺はね。別にその友達にどう思われようが、自分が好きだと思ったなら別にそれでいいんじゃないのって思っちゃう。この方は周りの目を気にしてる。あー、でも偉いと思うよ。その周りの人がどう思うかなって考えるのはすごく偉いと思うんだ。俺はもう考えないから、自分良ければ全て良しの人だからさ、どうなるようになるから、うん、もしその付き合って、お前あいつと付き合ったんだみたいに言われても、ああそうだよって、別になんかその後なるようになると思うんだよね。それでなんか仲悪くなるような友達だったら、もう別にもういらないよ、そんな人は。好きな人作りたいって思いが強い。でもさ、理想高いとか YouTuber さんがかっこよすぎて好きな人作れないんだよ、どうしよう。これは俺はちょっと分からない分野だわ。分からない分野だわ。うん、画面の中の人が好きになるってやつでしょ。でも女の子の方がよくあるんじゃない、これは。ああ、ゆう福士蒼汰好き。福士蒼汰くんと翔くんが好きだった。ガチで好きだったの？いや、好きだったんじゃん。好きだったよ。でも恋愛タイプじゃないなって完全に分かってた。割り切ってた人のタイプね。うん、現実と非現実分けて好きな人を作ったら、うん、ああなるほどね。俺が思うのは、なんかその好きな人、 YouTuber が好きっていうのは別にいいと思うけど、画面に映ってるその人しか好きじゃないわけよ。その人本来の姿を好きじゃないのに、それを果たして好きだと言えるのか。いいとこしか見せてないから、こういう人って。だからその理想高いところにポンって当てはまってくるかもしれないけど、裏側はどうか分かりません。はい、ということで後編終わりました。レイマスター日向優さん、ありがとうございました。マスターって質問してくださったけど答えられなかった皆さん、申し訳ございませんでした。また何かの機会あったらね、こういうことやっていくと思うんですけど、ちょっとしばらくはやらないと思いますのでまた次の機会があればぜひまたコメントしてください。ということで、動画が面白かったらチャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。